うちの息子ももう何ヶ月かで7歳か。早いもんだな。1、2歳くらいの時に風呂が嫌いになっちゃってね。理由はわからないんだけど、入るのも泣きながら嫌がるし、入れても泣いてばかりで困ったもんでした。で、なんとかしようとトイザラスで風呂用のおもちゃを買ってきて、それを持って俺が風呂に入って遊ぶ。その遊んでる光景を嫁が抱きながら見せる。息子は目の色を変えて自分で嫁から降りて一生懸命服を脱ごうと必死。可愛かったなぁ、あの頃。今では一緒に入るとのぼせるまで遊ぼうとしてます。育て方を間違えただろうか。